アイスレモンさん、バラありがとう。ゴーさん、おばありがとう。アチーさんも、バラもありがとう。ベニューラさんも、お花ありがとう。エニオンさんも、ありがとう。ユイチさんも、ありがとう。今日もやってきました。ゆうやさんもまたありがとう。だいぶさんも流れ星ありがとう。とびさんもまたありがとう。ちゅうたさん星ありがとう。松戸のディカプリオさんもマイクありがとう。ゆうすけさんまたありがとう。ソースさんもマイクありがとう。ピンクカメラさんだるまありがとう。みやんぱさんも流れ星ありがとう。カッチさんもありがとう。ニャンパさんもありがとう。コロネットさんも流れ星ありがとう。幻さんもありがとう。玉食べたらって、いや、まだある。なんだろうこれ。ソーセンさん、ペアライトありがとう。ゆるみくんもコバありがとう。高山太郎さん、なんかアラジンみたいな。くまちゃんありがとう。マルチさん、マンパありがとう。会計お手屋さん、かわいいありがとう。ヨーカさんもハートありがとう。ゆうやさんもバラありがとう。なんかやっぱこの辺にあるわ。でもね、しょうがないんだよね、こういうのって。ドブリバさん、ほんありがとう。ペーあぶね、だるまありがとうございます。モチさんもだるまありがとう。リレンさんも流れ星ありがとう。にゃんこさん、あなたありがとう。ダミチンさん、マイクありがとう。白目原、結婚してありがとう。ねえねえさんも、お花ありがとう。いつも見まして、顔丸いんだよって。なんで。リュウさん、マイクありがとう。白目がね、音符ありがとう。ケンチンでもハートありがとう。夏美も音符ありがとう。今日はね、いっぱい眠いです。いっぱい眠いです。白目がね、だるまありがとう。ワンコが来ました。白眼鏡だるまちゃんとありがとう。ぶちゃぶちゃぶちゃ、
きなあくびして、やだね。はい、ジュン君からありがとう、ウィーロン様あとありがとう、エンヤ様流れ星ありがとう、アタック様あとありがとう、ウクエダ様からありがとう、目の上つねしっかかえたの大丈夫、痛いね、エンジンジェル GG ありがとう、ライズ様流れ星ありがとう、タイマーさんあんたありがとう、ジュン君かわいい、ありがとう、田辺さんあんたありがとう、ジュン君かわいい、ありがとう、タンプレでメイク用のスポンジもらって嬉しいと思う、だって嬉しいんじゃない、ってタンプレなんて何もらっても嬉しい、カメラの前に鼻かむなんて本当そう、ガビンさんお花ありがとう、ジョブリワイさんも星ありがとう、チアタさんも流れ星ありがとう、ダブリワイさんもあのお花ありがとう、いや、犬アレルギーじゃない、なんかこの間まで体調悪くて、それがなんかまだ続いてるっていう感じですかね、本当に上流津健さん、流れ星ありがとう、え、ま、顔文字さんもバラありがとう、鼻ティッシュ、ちょ、これしないとさマジでやばいんだって、許してにゃん、鼻水完全封鎖、マジでここが痛すぎる、なんなのこれ、本当に何これ、本当に何、ピンクメさんありがとう、医者に行こうだって、でもなんていうの、なんかここに玉みたいなのがあってコロコロ動くんですって、タタ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 、キングダイチさんだるまありがとう、 TikTok 流行って、ほんとそう TikTok 出そう、
でもちゃんとしたやつはまた撮りたいから、とりあえず何かをサブスクで出す。どれがいいかな。これとかどう？ダレルンさん、ダレルンさん、ありがとう。とりあえず、てかさ、いつから暑くなる？今日もちょっと暑かったけど、まだ涼しい方だった。もう6月って暑いんだっけ？なんか懐かしい、こんなのでした。髪長いし、なんかギャルみたい。これってサブスクで出してこう。しかも光飛びすごい。髪長いマジで。髪長いわ私っぽい。でもさ、私今日ちょっと髪の毛をねアレンジしてて、それを外してあれしてたから今日ちょっとボサボサなのね。ほらで、今の髪の毛的にここぐらいなんだけど、切ったからね。パーマかけたくて。パーマ愛してたのは、そう、ちょうど胸あたりで。トシさん、ハートありがとう。タムがイベントに行くお部屋からスタートするって、そのどこっち、どこっち、釣りまかり。ハムちゃん、ハートありがとう。きっとバークなお天気、ずっと見てられる、可愛いだって。こんな姿でもチンアナゴさん、ハートありがとう。ピンク髪さん、ありがとう。70日だって。70日だって。素敵。あと30日したったら100か。おめでとう、ありがとう。花に T シャツを詰めてる時代見に来ましたって。確かに詰めてたけど、70はなかなかすごいね、ほんとね。
にょさんだるまありがとう。鼻ティッシュ、いや鼻ティッシュ別に普段しない、普段鼻水出なかったら別にしないの。今日は鼻水出たからしただけの。なんでティッシュ詰めてた、鼻水出るからだよ。キングタイヤさん、かわいい、ありがとう。お化粧してるね、仕事終わり。そうですね、お化粧して、すごい。なんかこれは何、マイクいっぱい出てきたよ。リオの参拝ありがとう。マヤさんもまたありがとう。グランチさん、マイクだ、マイクたくさんありがとう、いっぱい。グランチさんありがとう。グランチさんってあれ、山田のとこ、山田のとこの方。今日何食べたのだって。つけ麺食べた、今日つけ麺食べた。つけ麺食べたよ。なんかつけ麺のそのつける汁みたいなのにお肉が入ってて、そのお肉がめっちゃホロホロしてた柔らかいお肉だった。ほにょほにょ、へにょへにょみたいな、ほにょほにょ、ほろほろしてた。ほろほろだったよ。お皿の音が、そうだね。もう10時か、早いよ。明日月曜日か、待って、明日月曜日かも。山田さんのところでひなこちゃんの話題めちゃめちゃ多いって。え、なんで山田全然会ってない。明日一巡じゃない、明日が来るのが嫌だね。なんかやらなきゃいけないことがあった気がする。課題かな。課題だよね、きっと。この感じ
嫁さんがいたいらしいよだって。え、本当に会おうよ。いつ空いてるの？毎日どれくらい寝てるのだって。5、5か7、8とか。今日締め切りはない。だから一番近いので言うと木曜日かな。だからまあまあそんなそこまで急がなくてもやったらちゃんと覚えて覚えやれよって言ったっけ。50分だったらランキング読むよ。タオが縁ってなくて泣いたこともあるって。いやないな、あの人泣かないの。今は泣かない。夜遅くじゃなきゃいいよ。とりあえず今日、昨日何時寝た？ 2時とかに寝たかな。でも言うて7時間ぐらい寝てるのかな。でも今日はちょっといっぱい疲れたから、まあ今日何があったかとかは、あ、こういうのがあったのかなこの日っていうのはまたいつか分かると思う。50になったら読みますね。13位ウェイロンさんありがとうございます。12位ソースイさんありがとうございます。11位まぼろしさんありがとうございます。10位白眼鏡ありがとうございます。9位中太さんありがとうございます。8位松戸のディカプリオさんありがとうございます。7位 WY さんありがとうございます。6位小池屋ホテオさんありがとうございます。5位郷さんありがとうございます。4位高見の高子さんありがとうございます。3位グランツさんありがとうございます。2位キングたいやきさんありがとうございます。そして1位はじゅんくんでした。じゅんくんありがとう。じゅんくんありがとう。じゅんくんありがとう。ということで今日も見に来てくださってありがとうございました。多分イベントさえ生まれたって。そう3位多分みんなありがとうございました。おやすみだよ。おやすみ。